チャオこんにちは。今日はですね、夏なのでズッキーニとエビとソーセージのパスタを、すでにもうねズッキーニカットしてあるんですよね。エビとソーセージですね。あとトマト湯むきしました。でこれ謎の物体なんでしょうか。ドライトマトのオイル漬けってやつなんですよ。あのチェリートマトってちっちゃいトマトを乾燥させて、それをオイル漬けにしたものを刻んだものですね。あとは、これね、ホラトゥーラ、魚醤ですね。カタクチイワシの、まあ、アンチョビみたいなもんです。アンチョビを重ねて出した汁です。とても美味しいです。ただ乾燥のニンニクのパウダーですね。これ使っていきます。まずはズッキーニを炒めますね。ニンニクパウダー、ちょっと唐辛子も入ってます。これ大口。どうかな。これは皮が結構気になるんで皮を湯むきしました。はい、エビ追加しますけど、火が通りやすいのでエビはなるべく1分ぐらいで揚げますね。弱い。ドライトマトを入れます。それからさっき炒めたズッキーニ、
いった準備 OK。 今日のパスタは生パスタですね。茹で時間が5分から8分です。はい、ではありました。これですね。弱火で混ぜていきます。生パスタは茹で上がるのが早いからね。はい、最後にトラキューラでだね、魔法の液体ですよ。これを少し食べる。うん、飲む。はい、では今作ったズッキーニとエビとソーセージのパスタ食べますね。まあやっぱりレモンをちょっと絞りかけた方が美味しいかなと思いますね。今日は具沢山ですね。いただきます。どうだろう。まずエビちゃん、やっぱり程よい炒め加減がいいですね。ソーセージ、そしてズッキーニ、夏だ。夏のパスタだね、これね、やっぱね。はい、生パスタ。うまいけど、もうちょっとアルデンテの方が良かったかな。やっぱ生パスタは火が通るの早いから、3、4分ってとこだな。味は抜群にうまい。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。ただパスタも茹ですぎだね。やっぱ生パスタは早いので、今日お送りしたような時間よりもマイナス1分ぐらいでいいと思いますね。生は本当は早いのは 2,3 分で茹で上がっちゃうんですよ。ただまあ今日美味しかったのはやっぱドライトマトのオイル漬け。シチリアの家庭では、普通にみんなドライトマトを作ってそれをオイル漬けにして一年中使い倒すんですよ。まあそれは結構味が出てて美味しかったかな。あとやっぱりコラトゥーラ、この上品なね、そのイワシの香りが漂う調味料なんですけど、これも良かったですね。レモンでもよく合いました。ということで今日はこのぐらいで終わります。使ってるパスタですとか、調味料は概要欄にリンク貼ってますので、興味あったら覗いてみてください。それではまた次にお会いするのを楽しみにしております。バイバイ。チャオチャオ。